じゃあ次はですね、古民家蘇生工房さんですね。柳本と申します。当社は古民家の再生を有意に、行っている工務店であります。で、一番いいのは、丸と一と再生できれば、大体平均的に古民家の場合は50坪から60坪ではありますので、木材がほぼ再生することによって9割方は再利用できます。そうすると平均すると約50坪ぐらいの民家で、20秒ぐらいの木材が再活用できる計算になります。これはデータによると、そこで解体して焼却処分してしまうに比べると、ブラの木1600本が1年間に吸着できる CO2 の量に、比較できるだけの CO2 の削減になると言われております。しかしながら、全体を再生できればいいんですけど、残念ながら、法律にない、住む人がいないということで、やむなく解体されてしまう民家も多々あります。そういう場合は、有料な部材だけを、当社に引き取って、その部材を利用して、今度は、農具とか新築の、パーツとして活用していくという、展開をしております。で、大体解体の場合、大きな網が1本ぐらい取れますので、流米数に換算すると1流米ぐらいになります。そうすると、大体ブラの木が、80本ぐらいが1年間に吸着する CO2 の量が、解体した部材を再活用することによって、軽減的に分かるようになります。で、この辺が、SDGs というところの気候変動に具体的な対策を、とか、組み続けられる場所作り、または作る、責任というところにも該当してくるのではないかということで、平成2年度、北九州、アジアで強力に SDGs を実施してます。北九州市からエコプレミアム企業としての認定を受けることができました。これですね。はい。で、大体先ほどの50坪ぐらいの民家というのは、大体このぐらいの民家が、大体20ビーぐらい木材があります。そして、これはごく普通の、今流行りの建売り住宅の代表です。ここにパーツとして素材を使って設計していくということで、例えば同じ部屋なんですが、こういうふうな形で、床板まで素材を使って設計した部屋です。そして、今回のですね、デザイン経営ゼミへの参加の、タイミングとしましては、当社は経営指導を仰いでいる、中小企業診断士の先生からの強力な、指名と、プラス、そういうふうな形で集中してきた、古材の一つが、ちょうど大量に溜まっておりまして、これを新たな展開として、パーツとして販売できないかということがありまして、そうしたところを信頼者の先生に、相談したところ、ぜひ、事前経営ゼミに今回参加してみた方がいいということで、参加させていただきました。そして今、古材をですね、大江さんにも相談しまして、パーツとして販売するための、こういう、材質、それから寸法、一本の単価、というデータの今、強力に吸収している最中であります。で、もうすぐ出来上がりますので、これに一本一本の、写真を撮影してですね、それによって、とりあえず、
全体じゃなくて、ね、一部分だけでもネットに載せて、販売していくという、今、展開をしております。で、プラス、小売りを活用した、家具、特にテーブルに特化した、家具の製作、これは足だけをアイアンで作るとか、そういう、そこからしたテーブルも作りますので、そういう形で小売りの展開、プラス、課題を活用したですね、このような、水百と言いますけども、お茶席で使う、これで一輪出しをかけてですね、そこの松に飾る。これは船で、大量に生産できますので、商工会所にちょっと相談したところ、台湾から、台湾のバイヤーさんを紹介していただけるという、道筋をつけていただきました。で、今から具体的にお話を進めていくところであります。で、今回、デザイン経営ゼミに参加させていただいて、今まで全然知らなかったいろんなアドバイスもいただきまして、で、今からそれを具体的に行動に起こしていこうというところで、スタートラインに協力させましたことを、本当に感謝を申し上げて、この場を借りまして、皆さんにもお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、音声が一部難しかったですが、でも一応内容についてまとめると、古民家に関しては、いわゆる古材ですよね。それを、解体した後に、様々な古材が出てくるわけなんですけども、それを使って、いわゆる、今度はリフォームの建材に使って、ビジネスをされていたんですけども、当然ですけど、その古材が溜まっちゃうわけですよね。倉庫の中にですね。で、それがすべてリフォームに使えるわけでもないので、そういった溜まった古材、いわゆる、スロームーブ品というか、在庫になっている古材も、実は、東京だとかをはじめとして、今 SDGs がね、流行ってる中で、レストランとか内装とかに使うビジネスってすっごい流行ってるんですよ。だとしたら、古材を活用してリフォームにするっていうビジネスは、それはそれで置いときながら、そのリフォームの部材、部材である、建材である古材自体をしっかりと、IoT、いわゆるデジタル化して価格を崩壊して、で、インターネット販売することによって、今ですと東京のデザイナーさんだとか、あるいは内装業者さんって、古材を買い集めてるんですよ、いろんな。なので、そういった方々に、九州にいながらにして販売できるようにしていく。あるいは、ちょっとこれ将来っていうのを、そういったバーチャルツアーみたいな形で、IoT を使って、いわゆる古民家っていうか、古材の供給元である九州のエリアから直接、販売できる体制ができないかというところをご相談していただく。で、その準備を今、なさっていくと、あとは、ただ単にですね、古材を今度は売るだけじゃなくて、ニーズが、今度は古材の家具だとか、あれ古材のこうちっちゃい、こう、なんていうかな、デスクトップアイテムとか、ね、これズームの時にこうやってね、これもシャッて言いますけど、こうやってなんか見切れたらいいよ、そうだと。で、こういったものも販売できるよねっていうところと、あとはシンプルにテーブル、クランプつけるだけで古材ってテーブルになっちゃってるんで、そういった簡単なんだけれども、しっかりと稼げる、ビジネスになるようなニーズに合った古材の活用ですよね。補正工房さんから見たら、ただの建材っていうか、材料だ。材料はそのものが実は売れてしまう。というところが、一つ新たなビジネスになるんじゃないかっていうところをやったと。というわけで、皆さん、素材を買うなら。ありがとうございます。ありがとうございます。はい